Whenever it is newly discovered, everybody here in Japan, as well as Japanese archaeologists, claim that it is an ancient grave without any examination nor verification, saying, It's an ancient grave, it's an ancient grave, and it's an ancient grave. Thus, in this way, Japanese ancient history has been. 古墳が見つかるたびに日本の考古学者の先生たちは何ら調査することもなくまた検証することもなく墓だ墓だ墓だとつまりこうして日本の考古学はねじ曲げられ現在私たちが知っている前方後円墳イコール 墓説が常識になってししままいました2016年5月に奈良県の橿原神宮近くの瀬田で前方後円墳らしきマウンドが見つかった時もそうです「墓だ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 ,墓だ,墓,だ,墓,だ墓だ」とが本当にそれは有力豪族の墓なのでしょうか 当時のニュース番組をそのまま紹介させていただきます。広志林、浜松セリージャパン。県柏原市の世帯石で、前方公園墳に似た形の弥生時代の墓が見つかりました。柏原市の世帯石で見つかったのは、 直径およそ19メートルの円形集光墓と呼ばれている墓です奈良文化財研究所によりますと幅6メートルの溝から出土した時から弥生時代終末期に作られたと見られているということですまた墓は長さおよそ7メートルの立橋がついた前方後円形だということです前方後円墳にまあ発展していく、まあ、その元になるようなものだと思いますので、えー、そういったものがこの場所で見つかったということの意義はまあ大きいものだと思われます 立教がついた円形修穫簿は近畿地方などで確認されているということですが大和盆地では初めてだということで奈良文化財研究所は前方後円墳の見本となる貴重な資料で成立過程の解明につながるとしています。古代ののの人たちにととって最も重要なことはその時々の 時を知ることでした。今はいつなのかと現代人にとっては当たり前のことかもしれませんが一年季節月日を知ることは何よりも重要だったのですまたそれがわからないと例えて言うなら地図もないまま見知らぬ街を歩くようなものだったかもしれませんあるいは暗闇の中で山の中の道を歩くようなものだったかもしれません で古代人たちはやがて季節がめくるめく繰り返すことを知りました春になれば暖かい南風が吹きそして花が咲く小鳥たちは空に歌い草花が甘い香りを放つ夏になれば青い空に入道雲が姿を現す激しい雨が降る日もあれば肌を焼く強い日差しが続くまた秋になれば木々に果物の実がなり 草花はその色を落とす。やがて冷たい北風が吹き始め、白い雪が舞う。池は凍り、人々はその寒さに身を縮める。こうして人間は季節がほぼ一定間隔で繰り返すことを知りました。が、それだけでは十分ではありませんでした。春になっても冷たい北風が吹くこともあれば、あるいは夏にならなくても、 熱い南の風が吹くこともありました雨が降り続けば天を仰ぐことさえできませんさらに農耕社会においてはその時々の季節を知ることはまさに死活問題でしたで人間はカレンダーを求めましたその第一が私林宏は月の運行であったと思います月の満ち欠けが一定間隔で起き そして終わる人間が月の満ち欠けと一年を結びつけたのはある意味で当然の帰結だったと考えられます見かけ上の月の後天周期は29日あるいは29.5日ですそれを12回繰り返すと季節はちょうど一周するつまりこうして退院歴は生まれましたがしかしそれでは十分ではありませんでしたやがて ズレが生じてきます古今東西このずれが問題でした現在の今でも1年は365日になったり366日になったりしますつまりそうして暦におけるずれを実際の地球の動きつまり太陽暦に合わせて調整していますそのずれがあるためしばらく繰り返しているとやがてカレンダーは カレンダーとしての機能を果たさなくなります。春だと思っていたら、まだ冬だったり、あるいは反対に、夏になっていたということもあります。そこで古今東西、人間はそのズレに苦しみました。同時に、いろいろなカレンダーが生まれました。例えば、U.K. のエイブ・ベリーでは、29日を1ヶ月とし、1年を12ヶ月、12ヶ月、13月、 間月とししして調整しましたが、それでも27年目ごとにまたずれが生じますから、13ヶ月のところを12ヶ月としました。ですから、エイブ・ベリーの石は、12、12、13、そして29、そして27個並んでいます。これは私、林博が発見し、証明したことです。で、同じ方式で作られていたのが、日本の銅鐸です。 それについての証明も私、林博士がしました。さらに、あのストーンヘンジでは、1年を12に分け、1ヶ月を29,30、29,30 29と交互に繰り返すことにより、1年を調整しました。これも私、林博士が発見し、証明したことです。現在、私たちが使っている暦が30日と、 31日あるのはちょうど1年で11日のずれが生じ,生じるためです。それを各月に1日ずつ加えて調整しました。これも私、林博氏が発見し証明したことです。さらに、あのチェチェン・一ッのピラミッドがあります。あのピラミッドは91段ずつの階段が4面にあります。つまり、 91×4 は364、それに最上段の神殿を加えて365としました。この方式は私たちがトラ,ンプとているトランプとして使っているあのカードカレンダーと同じです。他にもいろいろありますが、簡単に言えばこういうことです。暦として最もわかりやすいのが月の運行だったということです。こうして退院歴が生まれました。 が、それでは正確ではありません。月の見かけ上の後転周期は正確には29日と12時間44.048分です。そこで太陽歴ということになりますが、太陰歴と比較して太陽歴というのは日常的にカレンダーとして使うには使い勝手がよくありません。が、方法がないわけではありません。 太陽の南中高度、あるいは北極星の高度を知ることで、その時々の季節を知ることができます。また実際、そうした方法で、太陽暦による一年季節月日を古代人は計算していました。日本の銅鐸もそうして生まれました。音を出すための鐘ではありません。カレンダーです。これについても私、林博氏が発見し、証明しました。 さらに今日は省略しますが、こうした例は世界中で見られます。つまり古代人にとってその時々の一年季節月日を知ることは最も重要だったということです。で、それを知る一つの方法が言うまでもなく、前方後円墳だったということになります。それについての動画をこの後に繋げておきますが、前方後円墳はまさにカレンダーそのものでした。天文観測所そのものでした。 その謎を解く一つのヒントとなったのが静岡県磐田市で見つかった友型埴輪と呼ばれる奇妙な形をした埴輪でした私林博はこれを簡易天文観測装置と判断しましたその証明と使い方もこの動画の中で説明しますが結論を急げば要するに銅鐸にしても前方後円墳にしても 金や墓ではないということです。多くは銅鐸と前方公園墳はペアとして、つまりカレンダーとして使われていたということです。あえて言うなら、そうしたカレンダーをもとに前方公園墳の近くでその周りの住人たちが集まり、その季節ごとに祭りをしたということは十分考えられます。おーい春だぞーみんなで植えたぞー おーい秋だぞー収穫祭をするぞーとです。そうした祭りまで私、林博氏は否定しているわけではありません。で、結論ということになります。あちこちで前方後円墳が見つかるたびに見つかった途端、墓だ墓だ墓だと、考古学者の先生たちは口を揃えて繰り返します。それを受けてマスコミも 墓だ墓だ墓だと。が、墓だという証拠はどこにもないのです。あるいは後世の人たちが墓に利用したということはあり得るかもしれません。そうした例は世界中にあります。が、こうした判断が、つまり墓だと決めつけてしまう判断が、その一方で、 古代人の人,古代の人たちをいかに馬鹿にしているか、日本人の私たちは今こそそれに気がつくべき時ではないのでしょうか。古代の人たちが私たちに残した英知を墓だと決めつけることによって、前方後円墳を再び歴史の闇の中に埋め戻してしまっているのです。それを私は馬鹿にしているというのです。 つい先日、奈良県の柏原神宮の近くの瀬田というところで、今のところ世界最古と思われる前方後円墳が見つかっています。それをこの動画の冒頭で紹介しましたが、一分足らずの報道の中に、墓という言葉が3度も繰り返されています。そして新聞でも、有力者の墓と結論づけています。あるいは、例によって例のごとく、 豪族の墓と書いているブログもあります。が、記事をよく読むと、骨らしきものは何も見つかっていないのです。が、それでも、墓だと、私、林博士はそこがおかしいと言っているのです。少し長い動画ですが、林博士の前方後円墳天文観測除雪をどうかご覧になってください。最後になりますが、古代人にとって、 何よりも重要なことはその時々の時を知ることでした。今はいつなのかと、そのために機能したのが前方後円墳つまり天文観測所だったのです。広志林浜間セジャパン。Japan Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kofun or Burial Mounds in Japan. Or, as a matter of fact, Kofun means Old Two Mounds. Are they really burial mounds, whatever they are? No! They are calendars for ancient people. Wikipedia explains about Kofun as follows. The Kofun period is an era in the history of Japan from around 250 to uh, 538. The word Kofun is Japanese for the type of burial mounds dating from this era. The Kofun and the subsequent Asuka period are sometimes referred to collectively as the Yamato period. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a different idea. They are ancient. カレンダーズ。前方後円墳はカレンダーとしての機能を合わせ持っていました。証拠を添えて、それをこのビデオの中で証明します。まず、皆さんに注意していただきたいことは、円筒萩和、壺型にはなどが前方後円墳の周囲にきちんと並べられていたという事実です。 なぜでしょうか何のためでしょうか装飾のためでしょうか儀式のためでしょうかそれとも祭りのためでしょうかとんでもない。違います。古代の人たちは無駄なものは作りませんでした。生きるために必要なものを命がけで作ったのです。つまり、カレンダーです。前方後円墳の周囲に円筒形であるにせよ、壺型であるにせよ、埴輪を並べ、毎日一個ずつ何らかのトークン、つまり印を移動し、 日にち季節、そして一年を知ったのです。さらに何らかの儀式の日を知ったかもしれません。つまり、前方公円墳は現代の私たちが考えているよりもはるかに深い意味を持っていたのです。もっと言えば、古代の人たちにとっては天文観測所でもあったのです。つまり、毎日一個ずつトークンを動かし、日日ちや年を知るという方法は、UK のエイブベリー、フランスのカルナク、 さらには、ラオスのジャールと同じ方式です。エイブビリやカルナックではトークン、つまり目印の岩も見つかっています。現地では、オノと言っていますが、オノではありません。トークンです。同じ方式で前方公園墳もカレンダーとして機能していました。さらに、こうした事実を裏付けるかのように、浜松の隣町の岩田市では、友型ハニワと呼ばれる簡易天文観測装置も見つかっています。 北極星にそれを向け、冬至、夏至などの時の太陽の高度を知り、一年の始まりを正確に計算していたのです。簡易天文観測装置であることは、この私、林よるが一年以上も前の2014年に証明しました。つまり毎日、前方後円墳の周りの埴輪で、トークンを移動させることにより、日にち、季節、年を知りながら、先の友型埴輪を使い、太陽暦を使い、 微調整をしていたということになります。で、私で見つかった友方埴輪と同じものが長野県の三代田町にあるということで、私とワイフは一昨日その三代田町へ行ってきました。浅間縄文ミュージアムです。現物をこの目で確かめるためです。が、場所はそこでよかったのですが、現物は別の博物館にあることがわかりました。 ともかくも、そこにそれがあったことだけは確認できました。つまり、市で見つかった友型ハニワは、これによってただ単なる装飾品でないことが確認できました。天文観測装置です。しかも、私の予想した通り、浅間縄文ミュージアムにあった友型ハニワは、台座の上に乗っていました。瓶ゴです。つまり、前方後円墳と友型ハニワはペアで、 天文観測装置として機能していたということになります。画面を見ながら説明します。まあ、現在ですね、浅間縄文ミュージアムのまあ玄関に飾られていた、まあ、土器土偶のですね、レプリカを見ていただきました。そして、これが浅間縄文ミュージアムの内部です。まあ、こうしてですね、えーまあ、縄文土器がですね、所狭しと、ま、展示されていました。 で、それらの分析は、まあ、ついに回すことにしましてですね、まあ、ここに先ほど言いました、友型ハニバがあるはずだと思いましてね、行ったんですけども、えー、その写真はですね、このあミュージアムでなされた時の展示会の、まあ、に展示されたものだったということでですね、現在はここにはありませんでした。まあ、場所はわかってますので、次回、あの、行ってみますが、ともかくも、こうした土器、土偶がですね、こうして、まあ、展示されています。 皆さん、日本にはこれほどまでに奥深い、まあ、歴史、文化があったんですよ。この縄文土器のですね、模様以上に奥深く、そして、まあ、意味のある時代があったんですよ。で、まあ、これがですね、浅間縄文ミュージアムを代表する、まあ、土器ということになります。素晴らしいですね。まあ、本当に見たときにはため息が出ましたね。 ほうって感じですね。ここまで精緻な土器を作っていたんですよ。そして、まあ、もう一度ですね、日本の古墳に話を戻してみたいと思います。まあ、こうしてですね、古墳の周りには埴輪がですね、ざれと一列に並べられていたというこの事実ですね。何のためにどうしてということを皆さんも考えていただきたいと思います。まあ、あの、壺型、あるいはその、円筒型、埴輪というのが まあ、現在見つかっているわけですけどもね。こうして、まあ、順、まあ、並べられていたということです。この事実をどう捉えるかですよね。ただ、装飾のためでしょうか、祭りのためでしょうか、それとも、まあ、今でいう、フェンスのためだったでしょうかということになりますけども、そんなことのためにこんなものは建てませんね。建てても、まあ、置いてもですね、意味がないわけです。じゃあ、何のためにどうしてかということですよね。しかし、この日本だけで考えていると、袋工事に入ってしまいます。 まあ、これ今皆さんにご覧いただいているのは、まあ復元ですけどもね、このように羽輪が並べられていたということです。このように、まあ、並べられているわけですね。ちょっと小さいので拡大していますが、まあ、こんな感じですね。で、さらに拡大してみますと、やはりこのように、まあ、復元、まあ、された様子でもですね、羽輪がこのように一列にきちんと並べられているということですね。そして何のためにどうしてかということですね。こういうのはちょうど3、5つ目ごとにこうして、まあ、 あの、埴輪が置いてあるところも興味深いですね。あるいは、ややこう、隙間が、って言いますかね、互いの間に隙間がお空いて置いてあるのもあります。ここなんかきちんと、まあ,あ並べられ、並べられているのはわかります。まあ、このようにね、まあ、発掘されたものですから、このように並べられているというふうに現在ね、復元されて、並べられていると考えるのは、まあ、ごく自然なことだと私は思います。で、これがですね、カレンダー説の、私のですね、カレンダー説の、まあ、根拠の一つとなりました。で、もう一つこの、 前方公園、これは、あの、大占領ですけど、見ていただきたいんですけども、例えばですね、まあ、この、円筒、埴輪がありますよね。これ,す、まあこれこの、このオーディですね。そして、それをですね、順に並べています。この角に置いていますね。そして、ざーっと並べていくわけです。 まあ、ちょうど周囲とか、あるいはね、二重、三重になっているところもありますけども、それはそれなりに、また別の意味があったと思われます。エイブベイリーもそうですね。えー、まあ、円形にですね、えー、大きな輪が三つ並べられて、その周りに岩が並べられています。まあ、このようにですね、前方公園譜の周りに、例えばですよ、これ私が考えたんですけども、このように、まあ、刃庭が並べられていた。何のためにどうしてか。何のためにどうしてか。ということになりますよね。 で、ここ、まあ先ほど言いましたように、この、まあ前方後円墳だけを見ていたのでは、謎は解けないと思います。例えばですね、ほぼ長さが同じですから、91、91、91って、まあ、4等分するわけですね。そして下をですね、例えば冬にする。そして上の丸い部分を夏にするわけですよね。そして 91×4 は364になるわけですね。で、どっかで1日を足して365とすると。まあ、そういうふうにすれば1年の、まあ、対応歴における年日数と一致するわけですで。下の底辺を私は、例えば仮にですね、増えておいて、それを左回りに、 右回りに回っていきます。春です。夏です。そして秋です。ここが重要ですからもう一回やってみますね。冬です。春です。夏です。そして秋です。まあ、しつこいですね。もう一回やってみますね。winter time, spring time, summer time, and autumn time となります。 まあこうして四つの季節に四本を分けたというふうに考え,ら考えられるわけですね。で、まあこうして季節を知ったと。そして一個ずつね、トークンを動かしながら日にちを知って季節を知って、そして一年を知ったということになります。まあ例えばここを冬至としますね。冬の中心です。そして春。まあ上がですね、夏至になりますね。ちょうど中央,中央です。ですからこのあたりで何かの儀式をしたものと思われます。そして左があ春。 終分、春分ですね。そしてみんな終分ということになります。こうして一年をしたわけですね。その間、まあ、いろんなね、埴輪の、まあ、いてですね、この日はね、早いし日の誕生日だぞなんてね、言われたのかもしれません。しかし、こうしたですね、前方公円風が全国で700箇所以上登録されています。何のためにどうしてかということになるわけですね。で、まあ、あの、これはあの、 大仙陵等のその周辺の、まあ、古墳ですね。そして上が、甲府の古墳ですね。小静か古墳ですね。そしてこれが、群馬県にある、あの、古墳です。まあ、やや形が違うと言いますか。しかし、あの、中の円形部なんかで、まあ、埴輪が置いてあったとするならば、ほぼ同じ形になるわけですね。そして、あの、まあ、きちんと計算して、 て見ればさらに詳しく出てくると思いますけど、4つの,その辺がですね、辺と言いますか、長さはですね、ほぼ同じじゃないでしょうか。でそれを裏付けるためにですね、先立ってですね、えー、小牧市へ行ってきました。八田貝正則さんの案内で行ってきました。お元気ですか、えー、そこの古墳へ皆さんを案内いたします。小牧市です。このノび部屋という、まあ、今現在部屋ですけどもね、あのーまあ、以前はこの 海の中にあったわけですけども、ここは本当に意味のある場所だと思いますね。これが、青塚古墳ですね。で、この青塚古墳ではですね、壺型、埴輪というのが見つかっています。そしてでそれが、その壺型埴輪がですね、この前方公園墳の周囲にずらりときちんと、まあ、並べられていたということが分かっています。これが青塚古墳です。巨大な、まあ、古墳ですね。そして、この周囲には、壺型、埴輪が並べられていたということが分かっています。 このように、まあ、一部復元されてますけどもね。もう少し、あの、この2倍の密度で並んでいたのではないかと思われます。まあ、その理由はもう少し後で説明しますが、ともかくもこのように、まあ、発掘された状態では、まあ、このような感じで並んでいたということですよね。まあ、そのまま、それをまあ、そのまま受け入れて、ここでは説明します。これがアウスカ古墳の周囲で見つかっている壺型、まあ、埴輪庭ということになりますね。 何のために、どうしてかということになるわけです。で、検証していますが、えー、正確な、まあ、なんて言いますか資料が手に入りましたので、ここに紹介します。これが青塚古墳ですね。そしてこれを4つのパートに分けます。それは先ほどと同じですね。向かって左の方が冬ということになります。向かって左の方を例えば夏にしますね。で、このあたりはまあ、私の、これはまあ、あくまでも直感ですけども、 愛知県あたりでは夏が長かったもんですから、夏の比率がですね、このように今、ぐるっと円周を書いて、まあ、この日はみんな働けよってことになったのかもしれませんね。そしてその、現在分かっている、まあ、これは復元の上で分かっている壺の数をですね、計算しますと、176となります。2倍しますと300、352、えー、となりましてほ、ほぼですね、あのー、て言いますか、1年の日数と、ま、同じになると。 で、まあ、なぜ170、まあ、正確には出てこないということは、はあくまでも復元図でしてね。そこでこの図を、こちらの図の方を、まあ、先ほどのあの、復元図って言いますよりもでね、こちらで発掘された、あの、壺の、まあ、様子をですね、こうして、まあ、正確な資料として残っていますので、こちらの方で調べてみますと、どうもこの壺の並び方っていうのも、ややこうなます。間隔が広かったり、あるいは狭かったり、あるいはきち,きちんと並んでいたりっていうことはあったみたいですね。ですから、まあ、 一概に言ってますか、計算上にですね、等間隔で割って、壺の数を数えるっていうのも、あまり正しくないんじゃないのかな、というふうに思いました。まあこれ、底辺の部布は24個ですね。2倍して48。さらに2倍して96ってことになりますかね。まあともかくもこうして壺が並んでいたということです。で、まあこれで、まあ残念なことにね、まああの、これはあくまでも、なってますか、発掘された状態を、まあ、から計算してってことになるわけですね。 やっぱり計算しても、まあ、これで計算しても、やっぱり176という数には、それほど違わないんじゃないかなと思います。まあ、ともかくも、右の方が30、左の方が24ということになりますかね。かなり数が違ってくるということですね。プラスマイナス6という、まあ、エラーが出てくるということです。 ですからまあ、今現在、まあ、こうしたですね、壺、つまあ埴輪がですね、きちんと残っている、まあ、前方後円墳というのはありませんが、しかし、まあ、この青塚後墳の前方後円墳をですね、まあ、一つの手がかりとして計算しますと、やはり何らかの形で、ちょうど1年分、まあ、青塚後墳についてはね、2日に1つずつ、まあ、トークンを動かした可能性もあります。 そして、ね、まあ、何らかの形でね、あのー、そうした、その、1日目、2日目というかで、今度は3日目か4日目に次のトークンを、次の埴輪にトークンを移動させていくという方法であればね、1年が正確にまあ計算できたということになります。まあ、ともかくも、まあ、あの、このアウスカ古墳のそのトーク、あいわゆる埴輪の並び方は、先ほどさお見せしました写真の、まあ、埴輪の並び方と違いまして、間がね、かなり空いているということですよね、わかりやすければ。 で、ここでは2メートル間隔で廃止されたってことが分かっているそうです。ですから、まあ2メートルごとにね、羽根は置いて、そして毎日、2日に1度ぐらいね、トークンを動かしながら、そして1年のあ、まあ、日日と、それから季節と、そして、 日数をしたということになるわけですね。おい、春だぞおい、秋だぞっていう感じでね。そして、まあ、これから夏だぞこれからみんな働けよー。っていう感じでね。まあ、働けよー。って厳しい言い方ですけども、そういうことですね。で、結論、まあ、このアウスカー興奮に関しての結論ですけども、まあ、176という数字。私も、まあ、大体そんなものかなというふうに計算し直してみました。で、2倍しますと、えー、352となるわけですね。 で、まあ、これは退院歴の354、純粋退院歴の354に近くなってくるわけです。純粋退院歴は354ですからね。これで計算しますと、えー、352となって、まあ、エラーが2日ほど出ますけどもね。それは、あの、先ほど言いましたように、ニ庭そのもののね、数が不正確ですから、こうした数字になってきますから、まあ、まあ、ほぼ、純粋、2倍しますと、純粋退院歴の、まあ、数と同じになる。そして、対陽力と調整するために、先ほどの岩田氏で見つかった、 は、いまあ、ハニワで、ね、天文観測装置を置いたと、私はそう考えてます。その理由の一つがですね。ラオスで見つかった。まあ、ジャール平原にある。このまあ、奇妙なまあ。やはり壺型。 岩ですよね。これはあの、岩をくり抜いてね、現地では、酒を入れておく、お、OK、け、いわゆるその入れ物としてね、使ったというふうに言われています。まあ、酒なんか入れるためにこんなことしませんしね、で雨が入りますね、ということもいろいろ考えてしまうわけですけどもね、酒だって腐りますからね、洗うときはどうするんだとかも、まあ、いろんなもので出てきますから、まあ、酒の樽という考えには無理がありますね。この並び方というのは今日のコンセプトと青塚古墳のコンセプトが大変よく似てるということですね。で、この、どうして、まあ、あの、 ジャンル平原が、いわゆる、まあ、ロックカレンダーであったかという理由はですね、続くビデオの中で証明します。証拠を添えて証明しますので、私のナスカ理論を使えば簡単に証明できますからね。それを、あの、皆さんにお見せすることにします。で、まあ、あの、 まあこのようにね、皆さん集まってくださって、私を案内してくださいました。どうもありがとうございました。それで、岩田の、いわゆる簡易天文観測装置に話を戻します。まあこれが何であるかということは、現時点では誰も知りません。私以外はね、これは天文観測装置です。それについてのビデオも、この後につなげておきますから、ぜひご覧になってください。で、これがですね、鴨の橋のような、まあ、 ちょ、様子になってるわけですね。そして中央には線が書かれている。そしてあの、星も書かれているんですね。北東、四政の北東、まあ、小馬山が書かれています。そしてまあ、こうした模様も書かれているということですね。そしてまあ、ちょっと見えますかね。あの、円形部がキャンプ地聖地に織り込んでありますね。この丸の部分で小さい丸です。これはまあ、星を表して、そしてこの、日本の線がですね、正確に北極線の方向を向いているということですね。これを、まあ、私はですね、あの、前方後円風の、まあ、 どこかの中心部においてね。そしてこれで対応力を計算していたというふうに、まあ私はあ考えています。まあこれは、これがですね、天文観測装置であることは間違いありませんね。で、この、ちょうど高さがですね、あの、カモナシの が、やや上向いてるってことからね、北極線の位置と一致するわけです。そして下にね、あの、台座にはめ込むように、まあ、小さな台が作ってありますね。これを円筒埴輪にはめ込めば、ちょうど、まあ、なんて言いますか、朝間、縄文ミュージアムで展示されていた、友型埴輪と同じ方式になるわけですね。で、ただ、メモリ、メモリなどはね、あのー、復元されていて、まあ、 この、このように消えてますからね。先だってどうなったかメモリーを数えたから自分の説として発表していいかという許可を求めてきましたけども、答えはノーですね。それはもう引用のレベルを超えて、投与の範囲に入りますからね。いわゆるまあ、はい。まあ、要するにこれがですね、この円筒部がですね、なだらかになっているのは、ここで光を受け止めるですね。溜めるですね。いわゆるその、 日の出日,日没の太陽の光を受け止めて、そして太陽の行動。いわゆる、まあ、持っていますと、えー、北極星の方向を正確に知るためですね。で、この、ここに書かれている模様がですね、あのー、パレン家の、まあ、石管、王の石管に書かれている文字のコンセプトと似てるんですね。まあ、似てるっていうレベルの話で、まあ、違うと言わればそれまでなんですけどね、これも気になりました。どうしてこのとこ、こんなところにね、こうした模様が、まあ、やや、まあ、す、透かし彫り的な雰囲気で、あの、書かれているかってことですよね。 で、まあ、こういうふうに、まあ、描かれているということです。で、これが模様が、まあ、いわゆる、マヤのね、あのー、絵文字と雰囲気が似ているということですよね。で、話を、あの、友型、天文観測装置に戻します。これが岩田しで、まあ、浜松市の隣のね、岩田市で見つかった、友型、ハニワということになっています。 大き、結構大きいですからね、簡単に人間が持ち運べるような大きさじゃありませんよ。あの、いわゆるセラミックですからね、もっと言えば岩と同じように考えていいわけですよね。で、これが、こういうものが見つかってる。まあ、これがですね、まあ、前方公園とペアになって、で、そして前方公園の方で、まあ、純粋対変的であるんですよ、対応的であるんですよ、ですよ。あの日、日数を知って、そしてこれがですね、まあ、こうした埴輪でですね、えーたあの、いわゆる、まあ、北極線の位置、そして一年の、まあ、ま、 当時、下手を知って微調整をしたと。まあそういうふうに私は考えます。そしてこうう、こういうことから、前方後円墳がですね、えー、カレンダーであったという説を今日皆さんに披露します。で、これが、まあ、あのー、謎の物体いうこと言われてましたけどもね。まあ、友という言い方がおかしいんです。友というのはですね、夢を見るときに、まあ、 腕にはめる輪のことですよね。で、もう一度これ、どういうふうにして使ったかということを簡単に説明していきますと、この埴輪をですね、北極星に向けます。そして背中には、あの、北斗星のね、あのー、 星が刻まれています。これ北ですね。まあ、北そして右の方が東、そして左の方が西ということになります。そしてその太陽が昇ってくるときにですね、太陽光線を受け止めることによって、まあその影がね、あの、ちょっとなだらかな型のところにできてきますから、それをメモリで受け止めて、そしてまあ方向を知り、まあしたわけですね。そして、この位置がですね、あの、 続くビデオの中で証明しますけれども、この太北極線の位置と、そしてその、いわゆる、まあ、ま、友型、ハニワの、まあ、角度がですね、ちょうど太陽の位置、高度と一致すると、まあ、北極線の時、その時の北極線の高度と一致するということも、計算上で証明しました。ぜひご覧になってください。 まあこれがですね、友型、埴輪はということになります。で、これ、これと同じもの,でものがですね、浅間縄文ミュージアムで展示されていたんですね。で、私たちはもう一度確認するために。 一昨日行ってみたんですけどもね、日曜日だったんですけども、あの、残念ながら、そ、これはですね、写真を見せましたらねあ、これはね、あの、以前、あの、どこか,から借りてきてね、そしてここで展示したもんですよ、ってことを教えていただきました。まあ残念でしたけどもね。こうしてですね、まあこれは夕日、朝日のロボルフォーコンが作る影をね、正確に知ることによって、まあ、なんて言いますか、あの、メモリーが下に書き込んでありますからね。で、それを見て、まあ、あの、あのこうた、あの、いわゆるまあ今、 季節ののううちの位置だってこととといいここをったっになりますそしてですね、これあ私で計算してますと、北極星の位置がですね、えぇ、ー、当時決しでは高さが違うわけですね。それで計算してみますと、ちょうどあの鴨、カモ、カモの嵐の口になったようなところがですね、やや上を向いてると。まあ、これはあの、下の台座がなくなってますからね。あくまでも、ま、この、このままの状態で、ま、台座がきちんとね、水平に、ま、置かれているという、ま、前提で見ますとですね、ちょうどこうなってますか。あのー、 岩田氏の、下地の高さと一致すると。そういうことですね。その時の北極線の高度と一致するということですね。で、これはですね、その線に、これはあの、何回も作りました後に発表したものですけども、もう一度簡単に説明しますと、ここが重要なんですね。というのは、これと、こうした事実があるということと、前方後円墳があるという事実とですね、いわゆる前方後円墳がただ単なる墓だという説の間にはですね、大きなギャップがあるわけです。 も、もっと言えばですね、まあこれは非常に天文観測装置といって精緻なものです。そしてそうした埴輪がですね、まあ前方公園風の近くで見つかっているわけですよね。そしてそのコンセプトがね、非常に高度な天文観測装置であるという事実と、そして一方ですね、前方公園風がただの墓と、墓であるというまあコンセプトの間にですね、知的なレベルにおいてですね、大きな差がありすぎるということなんです。まあそう,うそういう意味でアンバランスだということになるわけですね。で、左下が岩田市です。そして、まあ、 これあの、 この作詞っていうと書いてますけど、行ってね、現地の人にちょっとビデオを見せましたら、ここは作詞ではありませんって言れて、ね、ニョタマチですなんてね、若い女性の受付の方に叱られましたけどごめんなさいね。あの、そう、そういったとこは割といい加減なもんですからね。まあ、どうでも、まあ、はっきり言えばどうでもいいことですけどもね。これがあの、左がですね、浅間縄文ミュージアムに、まあ、展示されていた友型ハニです。やっぱり台の上に載ってますね。ですから、ここでまあ、これを確かめたからくっついてるものなのか、あるいはもきちんとこう、据え付けたものなのか確かめたかったんですけど、まあ、それは今回はできません、ね で、こうして比べてみますと、まあ、要するに、右のですね、友方埴輪というものが装飾や、まあ、なんて言いますかね、そういった軽い目的のために作ったものではないということは、これでわかるわけですね。なぜかというと、同じものがあるわけですから。まあ、要するに、このスタンドに置いて使われていたということですね。これでもビビビッときたわけです。そしてこのスタンド側によく見てくださいよ。下が太くて上が細いでしょ。これが本来の埴輪の置き方なんですよ、皆さん。日本ではどこ行ってもこれ全部逆さまに置いてあるんですよね。奇妙なことですね。 かえってその方が座りが悪いと思うんですけどもね。まあ要するに、これがその日本の埴輪がですね、特に、まあなんて言いますか、あ,あの、遠藤埴輪がですね、みんな逆さまに置いてあるんですね。展示してあるとき。ですから、陳列館の皆さん、この私のビデオ見られましたら動画逆さまに置き直してくださいよ。ねえ、古代人に対する侮辱ですよ。要するに、これが、あの、 いわゆるまあ、友方、埴輪だってことで、台に置いて据え付けられて、そして、これと膝のものと同じものが、あいわゆるまあ、これからお見せしますけども、こういうふうに並べられていたってことが、まあ、分かってるわけで。例えば、これはあの、このトークンとしてね、これはあの、土偶ですけどもね、たまたま、縄文ミュージアムにありましたのをこうして拝借しました。これはあの、全然時代がありませんからね。え、これはあの、縄文土,土器ですからね。 こうして毎日、一日動かすことによって、今日はね、えー、何月何日だぞ、今日は何月何日だぞ、今日は何月何日だぞ、というふうに置いてったわけです。これ、これをですね、仮に28、9個目か8個目に置けばですよ、もうそのまま純粋単位力の付け代わりに使えるわけですね。そして、先ほど言いましたように、えー、いわゆるまあ当時から、週、週それから月、そしたら春分ね、それ月からそれで、分というふうに、春分というふうにね、置き換えれば、あの、 季節もわかるわけですね。古代人にとって季節を知るってことはもう本当に命なんですね。おーい、春だぞー田植えだぞーみんな出てこいよーそして秋になると、おー秋だぞーみんな秋だぞー収穫祭でやるぞー集まれよー と言ってね、村人たちが集まって、この周囲で祝った。それは考えられますね。そして、先ほどの友ハニワはですね、北極星を向いていたということです。そして、これによって太陽歴を知り、そしてその季節を、時代の移り変わりをですね、正確に知ったということです。こうしてペアになって、ウェアルマ友ハニワと前方後円墳がペアで機能した。なあち、前方後円墳は、 カレンダーなんですよ、皆さん。墓なんかじゃない。こんな墓なんか作るためにこんな無駄な大きなもの作りはしない。また作っても意味がないでしょうが。どうしてそんな簡単なことがわからんのですかと私は、ま、少し興奮しました。しかしまあ皆さんもう一度考え直してください。ねえ。これが墓なのか、それとも私たち古代人、日本の古代人の天文観測所なのか、もう少し冷静に見てくださいよ。 そして、そしてですね、そんなものが日本にあるはずがないんだ。日本人に天文観測所があったはずがないんだと言って、主張している先生方、工学の先生方、あなた方は日本人を馬鹿にしてるんですよ。そうにキャッチなさい、いい加減にも。ということが私の意見です。まあ、このようにですね、まあ、その上に置いたものは何かわかりませんけども、ちょうど大きさがあるんですね。これまた前に。だからね、この埴輪を置いて、あ今日はね、10月6日だよ。 明日は10月7日だよ。2015年、林博士がね、前方後円分カレンダー説を唱えたのが2015年10月6日だよ。と言って、ニワが喜んでいます。ういさささ、ういさささってのは手ねえへん。まあ、楽しいですね。そうに考えた方が。皆さん、ガだと考えますかこれを。どうですかどうしてわかっていただけないんですかなんてね、このニワの私と一緒に叫んでいます。ちょっと興奮しましたね。えーまあ、これぐらい強く言わないとね。 皆さんの印象に残らないと思いますからね。もともかく皆さんの意識を逆さまにしてください。どこ行ってもこのように、いわゆる円筒埴輪が飾られています。そうじゃない逆なんです。先ほどのね、縄文ミュージアムにあった、あの、いわゆる友型埴輪の台座を見てください。このように置いてあったでしょすなわち、これが本来の据え付け方なんですよ。ということで、今日は前方後円墳カレンダー説を皆さんに説明しました。 いかがですか皆さんはどのように判断なさいますか